いいね。長町駅の近くで長年愛されているお店、豊年饅頭。ショーケースの中には他ではお目にかかれないような饅頭も。一番人気の商品は昔からの、まあ、この茶饅頭。茶饅頭、はい。皮のこだわりはあるんですよ。砂糖を焦がすんですね。あ、だから茶色いですね。そうそうそう。あ、本当にこのちょっと砂糖の焦げた感じが最初にふわっときますね。このお店ならではっていう商品もあります。かりんとん饅頭。かりんとん饅頭。見た目はでもさっきの茶饅頭とちょっと似てるけど、全然皮が違いますね。違います。はい。饅頭を揚げてるんです。あ、そうなんですね。皮がかりんとんみたいな味がして、でも。揚げてるって言われないとわからないぐらいそんなに脂っこくもなくて。あ、そうですか。いいでしょう。